皆さんこんにちは、桜井大太です。だいぶですね、あったかくなってきて、今日15度。なんとですね、コートがない撮影は何ヶ月ぶりだろう。もう5ヶ月ぶりぐらいじゃないかな。そしてこちらに実はなんとパンも、始めたということで、十五夜というお店なんですけれども、こちらに本日はお邪魔してきます。奥の方に行くとドアがあるような感じです。楽しみですね。では早速ですね、入り口入っていきましょう。すごいレトロなドアで、開けて、こんな感じで中はじめね、雑貨屋さんがあるような入り口になってます。こんな感じですね。家具もかなりいい感じの展示になってますけれども、こんな感じのね、あのお庭で使えるようなグローブですかね。うん、なんかこういうのね、ちょっとなんか長野県っぽいなっていうふうに思っておりますけれども、そしてね、これわかりますか、ワインセラーありますよ。あのこちらの店、もともとね、あのペーサーランドという雑貨屋さんだったんですけれども、最近ですね、こういった雑貨以外にも食品も充実しているので、今日はそのあたりをね、あのゆうこさんにぜひインタビューしていただこうかなという感じですが、こちらの十五夜のパンを、作られているという板倉さんです、はいはい、すごいお若いですね。あ、いえ、これでもう30代です。あ、そうなんだ、すごい、まさかの同世代という嬉しい喜びがありましたけれども、どういう経緯であのこちらのパンを始められたんですか。僕ずっとホテルでフレンチとかあの西洋料理を、はい、あのやってきたんですけども、はい、このペースアラウンドさんがあのパンの立ち上げをするということで携わらせてもらうことになりました。こちらのパンは、ワインと合うというようなコンセプトだったと思うんですけれども、はい、特徴としてはどういったことが挙げられますか。ワインソムリエの資格を持ってるんですけども、はい、ワインに合うっていうパンを考えてみたいっていうのをオーナーさんに言ったら、はい、やっぱ同意してくれて、でここで置いてるワインっていうのはあのオーガニックのワインばかりで、はい、あのまあ、無農薬っていう、はい、あの体にいいっていう美味しいワインなんですけども、まあ、それに合わせるだけじゃなくて、まあ、僕の中ではあのその国産ワイン、長野県産のワインとかにも合うようなパンを作ろうと思って、はい、最近板倉さんの個人的おすすめとか、ちょっと力を入れてこれ頑張って作っているとか、お気に入りとかなんかあれば教えてください。いや、もう全部です。あ、全部、はい、まあ、なるほど。特にっていうとやっぱ、はい、あのハード系の、まあ、このノアレザンは、はい、あの赤ワインソースっていうのはずっとフレンチやってる時に昔、あの、はいはい、教えてもらって作ってたんですけど、はい、まあ、それの作り方の過程でできる赤ワイン漬けのレーズンを使って作ったパンですね、はい、なんか私気になったのがですね、スイーツ好きとしてはやっぱりあのショコラカフェ、こちらちょっと気になりましたね。あ、こちらはあのお店があのまた別のブランドでファネルっていうあのコーヒーをあの焙煎するブランドがあるんですけども、そこのフゲンというブレンドを使ったあのコーヒーを使用したパン生地で作ったパンになりますね。あとはあの普通に角とかあのマスカルポーネ、はい、マスカルポーネ、はい、多めに混ぜ込んでるんですけども、なんでちょっともちもちした、はい、柔らかい生地 で、 そうです、ね、あとはあの、まあ、個人的なことですけど、はい、今あの、まあ、ソムリエってこともあってあの、はい、
ワインの搾りかすでも酵母が起きないかなと思って、はいはい、今試作してるんですけども、もう今できそうなので。できそうなんですか、はい、多分4月頃には。4月頃、ワインのそのワインの搾りかすで起こした酵母で。それなかなかないくないですか。多分ないはずです。それはないと思います。ワイン好きの方にはすごい朗報じゃないですか。ちなみにお料理の方も板倉さんが作られてるんでしょうか。はい、なるほど。じゃあ料理とそれからパンとあのいただけるっていうのは結構よろしいんじゃないでしょうかね。お家でも楽しめる、なんて言うんでしょう、本格的なお料理ということですかね。はい、はい、パンをじゃあね買っていくのかな、食べていくのかな、と食べていきます。はい、で私は今日ね何も一日気づいたら食べてなかったんですが、バットンいいな、ゴルゴンゾーラ、おつまみパン、白ワインに合うと、それもいいけど甘い系も美味しそうですよね。ショコラカフェ16番、なんかねこちらはあの自分の欲しいパンの札をこう取って外形するっていう、なんかすごいおしゃれな形式になっていますので、私は今日はカレーパンにしようかな。11番を取ります。私は、カレーパン、なんか白ワインも使ったカレーパンをいただきます。なんか温めてくださって嬉しい。いただきます。うん、生地がサクサクですね。中にカリフラワーが入ってて、それと白ワインの組み合わせ、すごい軽い感じ。夜ちょっとお腹空いたなっていう時あるじゃないですか。でワインを飲むっていう時にこれがあったら最高かもっていう感じ、まあ、本当になんかあの夜十五夜さんってあの夜ワインとちょっといただくパンっていうコンセプトなんですけど、あ、なんかそれがすっごい今イメージできたと思います。いただきます。こんな感じですね。これは完成度高いですね。甘いものが中に入って前提で本当にしっとり仕上げてありますね。このコーヒーの苦みがこの生地から香ってくるので、チョコレートと合わせた時になんかこれそのものでもう完成度が高いっていうような印象になってます。もちろんねあのコーヒーも頼んだんですけれども、あーでもコーヒーがあるとやっぱなおいいですね。あの口の中の甘みがねこのコーヒーで非常にリフレッシュされるっていう感じがあるので、極めつけはねこのねカトラリー、美しい、はい、このねあの素敵なカトラリーと、そしてこの店内の雑貨からもね非常にインスピレーションを受ける、今日はねいい午後だなって、なんか人生も悪くないなって、そんな風に思うわけでございます。本日は板倉さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、当チャンネルが続くように、スーパーサンクスへのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。